はい、こんにちは、アート TV マッサーワールドマッサーアートチャンネルのマッサーアートです。はい、こんにちは、今日は2020年、2月の2日、日曜日午後の、ひととき、賛美のひととき7曲またデイリーブレッドのひとときまた、ルツキ、まあ、前回は第2コリントビンとか1章ですので、旧約は詩式が終わりましたのでルツキですね。ルツキの1章、まあ、ルツキは何章まであるんですかね。4章までありますね。ルツキの1章、まあ、こういうことで課題としています。まあ、今度はルツキだなと思いながら、まあ、予習復習、まあ、メッセージにしたいなと思う。本当に今日の、まあ、牧師先生の、まあ、朝は公の教会に行って、まあ、礼拝に出席して本当に牧師先生の語るメッセージ、まあ、すごいなと思います。本当に私もこのような、まあ、フルタイムの伝道師宣教師ではありませんけど、まあ、そういう、まあ、こういうことで、まあ、ちょっと SMS 福音、宣教師伝道師というそういう、まあ、そういうことで、まあ、動画、まあ、まあ、狙いというかちょっと余談ですけど、再生回数10万、チャンネル登録数1万を目指してますけど、まだ、第1回初めてあげたら詩編が、まだ800いってないかな。でチャンネル登録数が11、なかなか、まあ、まあ YouTube 見るのが大好きで、なかなか、まあ、妻がちょっと体調悪くてテレビをほとんど見ませんけど、 YouTube でまあいろいろと、まあ、まあ楽しみで見てますけど、まあちょっと余談になりましたけど、ルツキ、もう大変ですね。これを読んでどう思うか、もっと霊的がちょっと伝えよくないので、もう読んで終わりかなっていうこともありますけど、まあそういう時一番、まあ辛い時、まあ辛い違い時、まあ疲れですね、疲れも覚えていますけど、お祈りいたします。天の神様、このルツキ、まあ課題としている、まあ取り組んでいる、まあ動画撮り、まあルツキを読んでどう応答するか、またルツキは私何を教えて、神様私何をしているのか、まあナオミ、まあ、ルツはモアブの、まあ、もともとはモアブも、まあ、イスラエルのアブラハム、ロトの子孫かな、そうですね、ですけど、まあ、イスラエルとモアブの、まあ、異邦人となりますけど、まあ、ルツは、まあ、イエス・キリストの救い主の系図に入ってます。ちょっと余談ですけど、はい、そういうことで何を私に教えているのか、ルツキから特に今日の私に どの御言葉を私に取り掛けている、まあ、そういう課題で聖書を読んでとしています。ではお祈りいたします。ちょっと、もう本当に取り留めがないですね。天の神様、このルツキの聖書を読んでの始めか終わりまで導いてください。感謝して、この祈りを私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではちょっと喉、はい、まあそういうことで、はい、まあこういうことで、本当はよなんですけど、まあ昨日も新庄選手の野球の 1% のチャレンジ、まあそういうことで、新庄48歳って言ったけど、まあバリ島かな、まあ現役を目指して、まあそういうことで、まあチャレンジしてる、まあ動画を1時間以上見てましたけど、まあ本当に、まあ元プロの選手ですので、まあすごいですね。まだまだその一般の人が見ればすごいレベルですけど、はい、まあ、ちょっと余談ですけど、はい、行きます。はい、行きます。ルツキ一章行きます。はい、裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムのでのエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっている時、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパ、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と
夫に先立たれてしまった。そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るため帰途に着いた。そのうちにナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の 母の家に帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと言った。そして二人は口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った。いいえ、私たちはあなたの民のところへ、あなたと一緒に帰ります。しかしナオミは言った。帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか。あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか。帰りなさい娘たち、さあ行きなさい。私は年を取って、もう夫は持てません。たとえ私が自分には望みがあると思って今晩でも夫を持ち息子たちを産んだとしても、それだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか。だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか。娘たち、それはいけません。私をひどく苦しませるだけです。主の御手が私に下ったのですから。彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。ナオミを言った。ご覧なさい。あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に倣って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が行くよりも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上何も言わなかった。それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出して、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、ラマと呼んでください。全能者が私をひどい、苦しみに遭わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられました。遭わせられましたのに、こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒に、モアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃、ベツレヘムに着いた。はい、アーメンです。ではお祈りいたします。天の神様、聖書読んでの時となりました。なかなか知識、また予習復習をしてませんけど、この理解、御霊聖霊によって、神様が清めて、導いて、言葉を清めてください。思いを整えてください。感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日、余談ですけど、僕先生が、聖書について、私がきちんと聞いているのか、本当に、もう今日も、こんなこと言うと怒られますけど、もう、眠気と、本当に、戦いでしたけど、この聖書、イエス様が生まれて2000年以上、AD、BC、BC と AD ですね。キリストが生まれる前と、紀元前と紀元後ということで、この旧約ルツ記、詩式、その前が詩式で、私もそんなきちんと神学校行って、その学び、聖書概覧、創世記からモーセ五章の、そういうことでランダムに、ずっと読んできてますけど、ルツ記、先ほど、違法人、飢饉があって、
まあここにエルあのエルサレムのの人がモアブの野へ行きと書いてあります。エフラテ人、ですね、彼らはユダのベツレヘムのでのエフラテ人であった。まあ司さばき司が治めた頃、まあ、ルツキ、まあ、一章二節こう書いてありますね。さばき司が治めてた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼はユダのベツレヘムのでのエフラテ人であった。彼はモアブの野へ行き、そこに留まっていた。いるとき、まあ、まあ、ルツキ、まあ、その、飢饉があったということは、まあ、アブラハムの時代にも、まあ、アブラハムじゃなくてね、ヤクブの時にも、まあ、エジプト飢饉があって、アブラハムもエジプトに行ったんかな。まあ、ちょっとまた、ちゃんときちんと確認しなきゃいけませんけど、飢饉があったら、そういう、まあ、エジプト、ヤコブ、ヨセフですね。ヨセフは、ヤコブの、息子10人の、まあ、成功かな。聖地か、その、まあ、聖じゃない、それはベニヤミンかな。そういうことで、まあ、先に、まあ、エジプトに、行って、そこで、食料、まあ、備える、まあ、パロに次ぐ第二の地について、その危機に備える、まあ、ことが、まあ、その兄弟たちがそのヨセフを、まあまあ、大将に打ったということで、そういうことで、まあ、全てを良きにして、そういうことで、まあ、ヤコブをはじめその家族70名ちょっとかな、まあ、エジプトに下って来ますけど、その後の430年、まあ、430年エジプトで、まあ、奴隷、まあ、結局奴隷の身ですけど、またその後モーセが、ちょっとそれはちょっと余談になりますけど、そういうことで飢饉があった。そして、まあ、このエレメクと妻のナオミ、そして二人の息子マフロンとキリオン、そして二人の息子は、まあ、夫も亡くなって、まあ、二人のお嫁さんは、まあ、ルツとオルパをしたけど、10年の間そこに住んでたけど、またしかしマフロンとキリオンの二人もまた死んで、こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまったということで、ルツが記していますけど、まあ、兄嫁かな、弟嫁、ナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁になって帰りなさい。まあ、まあ、10年経ってまたベツレヘムのが少し、まあそういうそこで、まあ6節ありますね。そこで彼女は嫁たちに連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。まあ、まあ、責められる、どうですかね。まあ、現代とその飢饉があって、そういう、ベツレヘムから、モアブの地に行くということで、まあ、まあ、命、まあ、そういうことで、ちょっと、今の、まあ、現代の社会とその、2000年、その前の裁き司が治めた頃の、まあ、飢饉があって、まあ、油、の時代から、まあ、遊牧部 の時代から飢饉があって、食料のあるところに移動するという、まあ、ナオミもそうですけど、その、ベツレヘムから、まあ、モアブの地に行って10年間息子2人はお嫁さんもらいましたが、夫も亡くなって息子2人も亡くなって、そして、まあ、ベツレヘムが少し、余裕ができて来たから帰ろうということで、まあ、そういうことで、まあ、オルパは、まあ、弟の嫁の方は、まあ、そのモアブの地に残りましたけど、ルツはこう書いてありますね。ルツ記16節と17節、まあ、今日の、ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたに帰るところをところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。
あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。本当にこの異邦の民は、このロツは、その、まあ、お母さんの、まあ、母親の、まあ、義理の母親ですね、まあ、ご主人のお母さんですから、ナオミの信じているイスラエルの神を信じましたけど、まあ、そういうことで、まあ、オルパは、残って、まあ、以前の、まあ、そういうモアブの地の、に宗教、まあ、宗教というか、まあ、そういうになりましたけど、まあ、そういうことからこれを読んで私がどう思うかということで、私自身も、まあ、家庭がクリスチャンホームではありませんので、自分自身がイエス様を信じて、まあまあ、それは神様の恵みですけど、そういう歩みであって、まあ、私自身のところの母も父も兄ももうイエス様を信じないで亡くなりましたけど、まあ、そういうことで、まあ、二十歳の時にイエス様を信じて、まあ、今年10月誕生日来て、60になりますけど、40年間、まあ、荒野の道をすり減なかった。でも、まあ、大変、まあ、そうですね、あの霊的にですけど、まあ、そういうナオミが、そういう、でも、まあ、ナオミはこう言ってます。私は満ち足りて出て行きましたが、主が私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶんですか。主は私を癒しくし、全能主が私を辛い目に遭わせられしたのに。まあ、でも、まあ、こういうことあっても、こうして、まあ、22節、こうしてナオミは嫁のモアブの女ルスと一緒に、モアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃、ベツレムに着いた。まあ、まあまあ、この取り組んでいる、まあ、ちょっと課題としている、まあ、ルツ記を一生読んでどう思うかということですけど、まあ、本当は、まあ、いつも語っていますけど、メッセージみたいにと思いますけど、なかなか、神様はこの箇所から私たちに、まあ、ルツ記一生が何を語っておられるのか、そして、まあ、私自身が読む、まあ、一クリスチャンが何を、まあ、心に、まあ、魂にするのか、まあ、そういうことで、まあ、私も40年間信仰生活を持って、まあ、これをナオミは、まあ、その後、豊かに祝福されて、4節にはこう書いてあります。ナオミは、その子はあなたを元気づけ、あなたのロゴを見とるでしょう。あなたを愛し、七人の息子に勝るあなたの嫁がその子を産んだのですか。まあ、神様がその豊かに祝福してくださいました。まあまあ、そういう私自身も、まあ、ちょっとプライベートですけど、まあ、自分自身の問題、またそういう、まあ、献身じゃありませんけど、まあ、そういうことで、まあ、SNS、まあ、福音伝道師宣教師ということで、まあ、再生回数10万、登録数1万ということで、まあ、別に教会を指定するものではありませんけど、まあ、そういう福音一神と、まあ、私たち教会は万人祭司の立場を取るものです。聖書の御言葉を神の言葉と取るものですので、まあ、そういう、まあ、午後、まあ、午前中は礼拝を出席し、まあ、妻をちょっと体調崩して、まあ、そういう大変なこともあって、まあ、今年、まあ、去年かな、日曜学校も長年していた日曜学校の働きも、まあ、離れましたけど、まあ、そういうことで本当に、まあ、自分自身どうですかね、そういうことで、まあ、取り留めないこともいつもそうですけど、まるずつき読んで、このルツの言ったその、16節と17節 そのことをまた私自身に肝に銘じて今日の御言葉の時といたします。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたに行かれるところへ私も行き、あなたに住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。本当に、ルツは
世の民から、イエス様、まあそのまあ、まあそうですね、イエス様、まあその後、まあイエス様はまあ初めからいる天と地を作られた神様を死を信じた民に加えられたこと、まあ、私もまあホームクリスチャンであれば、クリスチャンホームでありませんでしたけど、神様を信じて40年間、まあそういうことで、家族は信じることはできませんでしたけども、私もあなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと、そういうことを、まあ、今日の御言葉、なかなか、疲れ切って日曜日の午後、もうこんなちょっと一番、分かりませんけど、まあ、ことでちょっと、ルツキ一章、まあ、読んでもう意見があちこち飛んでますけど、まあ、こんなことで、まあ、今日のデリブレットではありませんけど、まあ、辛い、まあ、いろいろ辛い状況、まあ、静まって、死に静まって主の恵み、まあ、そういう40年間証しとして御言葉に、足の裏もすり減らなかったということをありますので、 私も40年間信仰生活、まあ、厳しい状況にありますけど、まあ、何が、まあ、厳しい、その持ち物財産があるからないからということじゃなくて、私の霊的状態が死と共に歩むことになりますようにお祈りいたします。では取り分になりました、21分になりましたけど、感謝いたします。本当に神様、いつものことですけど、ルツキ一章の読んで神様感謝いたします。まあ状況がどんなことであろうと、あなたと共に歩むものとなさせてください。感謝してこの時を、聖書を読んで、月一章を読んでの時を感謝して、この祈りを私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、以上です。また来週の、午後の聖書の読んでの時にまたお会いいたしましょう。はい、皆様の豊かな、神様の豊かな祝福をお祈りいたします。はい、アーメン。はい、じゃあ失礼しました。